お待たせ。見て見て、プロデューサーがいるからポップコーン大盛りにしちゃった。始まったら一緒に食べようね。わあ、お財布しまって。プロデューサー、これはね、お礼だからいいの。そう、急に付き合ってくれてありがとうのお礼だから気にしないで。じゃないと私一緒に映画見れなくなっちゃう。よかった。うん、どんどん食べて、遠慮なくどうぞだよ。きっと甘くて美味しいから。あ、入場始まったみたい。行こう、プロデューサー。トロッコのシーンすごかったね。ボロボロなのにビューンって速くて、ぶつかりそうになったらガシャンって線路を変えて、私も操縦してみたくなっちゃった。もちろん。でも安全運転も忘れないよ。あのシーンみたいにかっこよくテーマソングを流してもらいながら走るんだ。うん、私あの曲大好きになったもん。特にね、歌詞がすっすごく素敵だなって。冒険に出かけよう、大空の遥かどこまでも。瞬く間を抱きしめて、いつまでもいつまでも君と一緒に。この部分がね、好きだなって感じがしたの。だよねだよね、プロデューサーも一緒なんだ。嬉しいなぁ。あ、プロデューサー見て、あのぬいぐるみさっきの映画の。いいなぁ、ふかっとしててかわいい。うまく撮れたら喜んでくれるかなぁ。うん、もともと原作が好きな子でね、キャラクターにも思い入れがあるって言ってたから、こういうの取って帰れたらお見舞いにもいいかなーって思ったんだけど、でも時間、ダメだよね、もう帰らなきゃ。アイドルだもん、夜遊びはいけないよ。でもぬいぐるみ。ねえ、プロデューサー、映画は今日が最終日だったけど、このぬいぐるみ、次のお休みまで残ってると思う？やっぱり大丈夫。次来た時に狙ってみるよ。プロデューサー、今日は帰ろう。プロデューサーにバトンタッチするから、その時はよろしくね。私は大丈夫。雨が降ってすぐに逃げてきたもん。ね、プロデューサー。うん、しっかり拭かなきゃだよ。あ、
背中は手伝うからね。スタッフさんとの打ち合わせはどうだった？そっか、だからみんな忙しそうなんだね。私も何か手伝えないかな。プロデューサー。ふん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 、大好きになっちゃったからちゃんと覚えたんだ。あ、ゲームセンターで撮ってくれたぬいぐるみ友達にあげたらすっごく喜んでたよ。プロデューサーが最後に2つ取ってくれたでしょ。だから私と友達でお揃いにできたんだ。大丈夫、私今はお仕事モードだもん。プロデューサーが私のプロデューサーで嬉しい。あのね、私、あ、スタッフさんだ。この後のこと決まったのかな。あれ、一本だけなの？プロデューサーは？それなら私も一緒に走るよ。ああ、そっか、つい。じゃあ、はい、傘入って。どうしたの？大きい傘じゃないけど、そばに寄れば大丈夫だよ。さっきの話の続きもしなくちゃだし。ほーら、行こう行こう。